食べれなくないけど微妙。ちょっとこれ。前日にふやかしておけばよかった。よっしゃーがない。いやもうこれで、うわ苦っ。こうちょっとこうさっくればよかった。今からでも遅くない。袋に入れろ。袋に入れろ。これタイヤ魚ってくれんのかな。And this can be the food. This one also like, I think this is from the fishing tool shop. High gluten foil. And high gluten foil helps them stick together. And I put this one inside of the hand. いいんじゃないですかという、そういう話。まあこんな感じっしょ。こういう感じでできました。よし、餌完了、餌完了。よし、はい、ちょっと確認。はい、先ほど作った餌、はい、1号、2号、2号で、魚カット、確認するための平たい水槽を用意して、一応市販のやつも持ってたから、じゃこれでいいでしょう。 OK、 はい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 、あ、収まるのかな。収まりが、うわ微妙、微妙やんけ。うわ収まらない、これちょっとあかんな、これはいかんな。はい、よし、もう一回やり直し。はい、ちょっと、はい、もう必要最低限のしか持っていかないよ。もう穴いろいろ持っていこうとするとね、大変だから。はい、もうちっちゃいやつにやって、これだったらどうだ。あ、オッケー、一応これで大丈夫だろ。はい、まあこれでいいとしましょう。もっと朝早くからやれよかったのに。朝早くからこれね、朝早くからやってけっつう話、うん、はい、行くからね。はい、流れていかねえかな、この辺。一応なんか水がこうゆっくりなところに仕掛けてみようか。まあ、この辺とかかな、うん、まあ向こう向かって水が流れてるから、まあここに引っ掛けるとかか、うん、カニが死んどる、誰かが食べたよね。一応やるだけやってみよう。はい、もっと魚バリバリ見えてるところでやりたいけどな。まあいいや。よし、1号できないかっちゅう話もある。まあいいや、適当に入れよう。重りが軽いからこんなんじゃ流されるんじゃないのかとか、そういう懸念もあるが、しょうがないからこれでやってみま、蓋が、こいつは蓋がなくなるとやばいことになる。
よし、なんかこれ手で取れないとかってなると困るから、ある程度高さそんなに高くないところがいいな。なんかパッと手です。あんまこことかか、ここだったらまだ高さ高低差がそんなに激しくない。水の流れで流されていかないか。まずはお前だ、2号でチェック。2号行け。あかん、ちょっと流れきつい。準備不足。ここでやるには準備不足。しかも餌落ちとるし、うわー、ここあらここはちょっと無理や。まあ、これごときのパワーじゃ魚には破られ、なんだよ、これごときのパワーじゃ魚に、これ魚は逃げ出さなくても、これすぎるか、これはよ、ちょっと、でかすぎるわ、でかすぎるかな、ちょっと待てよ、これでかすぎるかもしれない、ちょっと待て、これはでかすぎるかもしれない。なんでな、これ飲まん、こんな飲まんとあかんってな。まあ、しゃあない。ギリギリの大きさがいいのかな、ここの。これぐらいかな。ギリギリ、例えば、まあ、これぐらいやろ、あ、まあ、これぐらいやろな。で、前回の失敗を踏まえて、ならんかったけど、まあまあこんなもんや。これでどうや、これは小さすぎ、これでかすぎという。これでどうや。なあ、
で、じゃあまあこれでここのところで中から引っ張ってここのところを固定するとして、じゃあここの向かい側に位置するここら辺に穴、ここら辺に穴開けようかね。わざここら辺か。これでこれでや、もう一箇所だけでいいやろ、一箇所だけでな。よし、入り口にこういう赤い、もうもっと簡単な方法、もっと簡単な方法でできるはず。もっと簡単な方法とは、もう諦めちゃって、ここは赤いやつで見えてて、まあちょっとブサイクっちゃブサイクだけど、これはこれでもうこうしてしまってね、ほいでここに対して直接結ぶと、それに対してこっち側で固定できるはず。はい、でこっち側をしっかりしたやつにしときゃいい、さっきの残ったやつじゃ無駄にしないようにね。はい、うん、こうしておいて、こっち固定しておいてってことで、でここ中から入れますか。 OK OK OK、 これでゴムのテンションでこう引っ張って、ここでも止まってるし、こっちにゴムのテンションがある、この赤い、まあどうかなと思うけど、まあいいでしょう。中に十分に美味しいものがあれば来てくれるでしょう。これでどうだ。よし、これで、よし、これでどうだ。よし、次頑張るぞ。お、忘れた忘れた、あと穴もたくさんちょっと開けるんだ。穴開けてるかな。なんかね、これだとね、中から美味しい香りの染み出し効率が良くないらしくって、なんかもうちょっと穴を、そうそうそう、そう、もうちょっと穴を開けまくることに。穴開けまくることにします。なんかやっぱ水が、異様に水が中にとどまっちゃうと、なんかせっかく中にある美味しい香りが外に出ていかずに、なんかそれだと魚も入ってこないみたいな現象に見えたので、あと時期的にもうちっちゃな、本当にちっちゃなラーバみたいなやつはもうほとんどいなくなって、幼魚というかもうジューベナイルサイズのやつがほとんどなので、ある程度この穴を開けておいても逃げ出すとかそういう心配がないので、サンドリングの際の水抜きの穴ということで、これぐらいでいいでしょう。やってみましょう。 OK。